はい、どうも、こまみれです。今日はですね、こちら、カメラスタンドというか三脚というか、まあ、ミニ三脚みたいなもんやね、を、ちょっと開封していこうかなと思います。俺、カメラ用なんだけどさ、ピクシスのカメラ用なんだけどさ、スマホ用で使おうと思ってさ、うん、ちゃんとスマホを載せるようなやつは、持っとるから、あと台だけっていう感じやね。前使っとった、三脚が死んじゃいまして、まあその代替品ということで買ってみました。まあ、物自体はなんかシンプルやね。まあ、説明書もなんもないし、あるんか、マニュアルはもうネットで見ろと。違うか、これ別に、関連商品か。なるほどね。まあ物自体はそんななんか大したことはないね。よいしょ。うん、これ開いて、まあ、よくある三脚。もうめっちゃ開くやん。結構ね、開くね。こんな感じ。だいたいこの手の幅20はないくらいか。20、10、18くらいかな。18くらいは多分開くかな。この幅、これがだいたい20くらいだから、うん、だいたい20ぐらいか。だいたい20ぐらい開くね。この一辺の長さ20くらいやね。で、これは上は固定されとって、なんかね、これを押しながらだと曲がるらしい。よくわからんけど、両手じゃないとダメかな。よっ、おー、勝て、無理だ。やっぱ新品だからかな。メイドインイタリア。デザインか。デザインインイタリア。だからね、これね、めちゃくちゃ硬いけど、グッと押したら曲がる。グッと押したら曲がる。なんもないときは曲がらないけど、押したら曲がる。ちょっとね、硬い。めちゃくちゃ硬い。ちょっとどころじゃない。めちゃくちゃ硬い。多分ね、使えば使うほどね、すり減ってね。よいしょ、やりやすくなるとは思う。元の位置に戻るかな。よし、これでいいか。うん、あとはこの手持ちでこうやってできるしね、撮影。いつも使ってるソニーのアクションカム、まあ、こんな感じで使えるね。イエーイ。まあ、立たせることもできるし、ここで立たせることもできるし、割と料理の撮影で使えるかな。バランスも全然いいしね。ぐーっと開いて、軒並みいい感じ。まあ三脚のレビューなんてこんなもんよ。よいしょ、うん、これでグッとできるし、はいどうも、自撮りもできるし、意外といいね。マンフロット、マンフロットやね、うん、マンフロットっていうとこの何菓子、違う、マンフロットっていう名前の何菓子か、もうわからんわ。そういうことでね、まあまあ意外と使いやすいし、取り回しにいいから、コンパクトデジカメ、コンパクトデジカメとかだったら全然これありだわ。うん、もちろんこれ押したらね、回転するはずやから。そうそうそう、こういうふうにね、三脚の位置に合わせてね、まあこれをぐるっと回してしまえば、よいしょ、最大価格はこんなもんか。一番下に傾けてこんなもんかな。だから、なんだかここら辺。お皿の物取りに使えるくらいか。まあ、そんなに。うん、10センチくらいかな。角度は知らん。45度くらいじゃない。まあ、ということでね、意外と、まあ、これからどんどん使っていこうかなと思うんで、ぜひ興味があればね、皆さんも買っていただければと思います。ということで、こまみれでした。チャンネル登録、いいね、評価をお願いいたします。ありがとうございました。